中本由美子編集長勤営。中本由美子は1970年生まれ、月刊雑誌甘辛手帳を4代目編集長。1997年から甘辛手帳編集部に入り、編集歴は24年となる。2001年に一旦フリーランスとなり、2010年に壊れて復帰、編集長に就任した。歴代編集長の中で最年少。 最長の編集長である。ムック、小宿遊びの編集に3年間携わったのが、編集者としてのターニングポイントになったという甘ら手帳は2019年11月で創刊35年を迎えた。名古屋出身、青山学院大学卒業。好物は寿司と和食、超日本酒と王。天から手帳の編集方針として中本は、 以下のように語っている、創刊以来の編集方針は、実際に食べた店のみを掲載する。現在も、約30人の編集者や、フリーライターが蘇生を明かさずに店を訪ね、味や接客態度などを確認し、掲載したい店のみ、改めて取材を申し込む。こうした、取材姿勢が読者らとの信頼関係を育んできた、他の雑誌等にも数多く連載記事を書いている。 インタビュアー、天から手帳退職後、フリーエディターを経て、編集長へ戻られました。それまでのターニングポイントを教えてください。中本由美子、2000年から2004年は、主人の転勤に伴い四国、松山へ。そこで、小宿遊びというブック本の制作に携わりました。言葉と、とことん向き合った、楽しい体験でした。私にとって、 講師のバランスが一番良い時代で45軒の宿を約3年かけて泊まり歩き撮影して記事にしていきました。1軒1軒宿を訪ねる中でこの宿にはどんな言葉が似合うだろうかとライターさんやカメラマンさんと話し合うのですが自分のボキャブラリーが足りないことを痛感していきました。文法やテニオ葉はしっかりしていましたが語彙力がある方ではなかったので ライターさんとカメラマンさんの使う言葉が分からず、かやの外になっているのを感じていました。今と違って、すぐにスマホで調べられる時代ではなかったので、分からない言葉はメモして、帰ってすぐに辞書で調べたり、類義語辞典を片手に別の言葉や表現を模索しました。例えば、趣があるを別の言い方に置き換えると、風が、情緒、苗手とか、 どれが向いているだろうというように積み重ね、類義語辞典を暗記するような感覚でしたね。その積み重ねもあり、言葉のボキャブラリーは、ライターさんにはかなわないけど、思いつくスピードが速いと言ってもらえるようになり、どんどん自信がついていきました。この小宿遊びは、小立てを漢字一文字で表現するということに決め、一週間くらいかけて、それぞれの宿、それぞれの章に、 最もふさわしい一文字を選出していきました。この仕事が言葉に対する考えを変えてくれました。本当に贅沢な本作りの3年間でした。ABCD、やっぱり雑誌が好き。第2冊、甘辛手帳編集長、中本由美子さん、ノーミーツ。ノーミーツ、2020年11月4日閲覧。ABCDEFG。 関西で暮らす働く女性が発信するライフスタイルコミュニティ関西ウーマン関西ウーマン2020年11月4日閲覧 AB 関西食文化研究会サイドテーブル関西食文化研究会2020年11月4日閲覧 AB インク三景デジタル関西の食紹介甘辛手帳が 相三35年テーマ深掘り主義徹底で、部数増。産経ニュース。2020年11月4日閲覧。ありがとうございます。